基本的に仲が良い夫婦なのですが、たまに言い合いの喧嘩をしてしまいます。お互いを大事だと思っているのですが、言い合いになった時はどうしたら良いでしょうか。夫婦円満の秘訣があったら教えていただきたいです。まず夫婦円満の一つの秘訣は感謝だと思います。お互いがお互いのために尽くしているっていう気持ちが強いのが夫婦だし、特に男性側はそうだと思います。よって夫婦間の危機があった時に、女性側が男性側に感謝の気持ちを言葉でですね、表現することは非常に有効だと思います。まあ、男性も同じようにやれば有効なんですが、まあ、今の社会で男性はある意味じゃプライドが強いという弱さをこれを持っていて、大体こういった問題、この解決を探るときに相談を受けるのは女性からのことが多いということですね。まあ、そういう私の偏りからそういうふうに言ってますが、まあ、ともかく言い直せば、お互いに感謝、これを言葉で表していく、行動で表していく方がいいと思います。夫婦だからといってそれを当然と受け取っていると、だんだん不満ばっかりが多くなり、怒りばっかりが増幅してくる。これはお互いがお互いに対して甘えているということではないかと思います。さて、2つ目にはですね、これが相談されている本人ではなくて第三者から見ると、まあ喧嘩をよくするけど、しかし夫婦で居続けるということは、いわゆるよく言われる喧嘩するほど仲がいいということなのではないか。これはもしかして、自分たち夫婦のことをのろけているというか、まあいわゆる最近の言葉で言うとマウンティングっていうわけですが、そうしてるんではないかと思われるかもしれません。まあそういったことを考えると、やっぱり自分たちの現状がそれほど悪くはない、お互いにお互いの存在を感謝すべき立場にあるということも、また改めて認識できるかもしれません。